日本大阪府大阪市西成区、つもりつもりは、大阪市西成区西部の地名である。本校ではおおむね同地域に、かつて所在した西成郡つもり村についても述べる。西成区の西部に位置し、南北は約4キロメートル、東西は約800メートルの南北に細長い地域である。現在の住所表示では、北つもり1から4丁目、つもり1から3丁目。 南つもり1から7丁目が存在する。東端に、阪神高速15号境線が通り、また西端には、木津川が流れている。地域の西部で木津川を挟んで、大正区に、また、地域の北部では、何枠、南部では、住野江区にそれぞれ接している。域内は、木津川沿いを中心に工場が広がり、住宅地と、 工業地が混在した下町の地域となっている。また、南積森には郊外型商業施設のロードサイド店舗が林立している。江戸時代に積森神殿として開発された地域である。明治時代に入り、この地域は現在の大正区や港区にあたる新田と共に西成郡川南村となった。1897年には、 大阪市の第一次拡張に伴って、川南村の大半が大阪市に編入されたが、津森神殿にあたる地域は大阪市に編入されずに津森村として独立した。その後1925年に大阪市の第二次地域拡張に伴い、津森村の大阪市に編入され、近隣の今宮町、玉出町、小浜村と共に、西成区に属した。 当時の地名としては、西成区、津森町となった。また1943年には、大阪市の区の変更により、北香谷町の一部と桜井町の一部を、住吉区から、西成区に編入した。また、津森町の内都市計画道路以南の地域が、住吉区へ編入されている。その後当時の津森町全体を東西に分けて、津森町東、津森町西となった。 1973年の住居表示実施により、北つもり、つもり、南、つもりの町名ができた。2019年9月30日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。2019年9月30日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。2019年9月30日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、小学校、中学校入学時に、 学校選択制度を導入しており、通学区域以外に、西成区にある以下の通学区域に隣接する校区に、ある、小学校、西成区内にある、中学校から選択することも可能。2016年現在の経済センサス調査による、事業所数と従業員数は、以下の通りである。南北方向に、大阪府道29号大阪臨海線が走り、あわら橋方面から、 北加賀屋方面を結んでいる。新真庭筋は、大阪市電阪海線の跡地を拡張したもので、地域内にも駅があった。地域の東側を、阪神高速15号境線が、南北方向に通り、つもり出入り口及び玉で出入り口があり、高架下には片側に車線の道路が通っている。また、東西方向には、 千本松大橋及び大阪府道5号大阪港八尾線が大正区方面と結んでいる。大阪シティバスは新名和筋、阪神高速15号堺線高架下の道路、大阪府道5号大阪港八尾線のそれぞれに路線を持つが、いずれの路線も本数は少なく、1時間に1から3本程度の運行になっている。鉄道駅は、 南海市大橋線のつもり駅と木津川駅が域内にある。また場所によっては以下の駅も利用可能となっている。つもり村に関するカテゴリー。ありがとうございます。